ザケットエディションです。ご協力いただけますか。はい、トレーナーの中村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ヘッドジャパンの種です。いつもお世話になってます。よろしくお願いします。いつも通りです。はい、はい、ラケットです。まあ、デザイン見ていただくとこのオレンジは何か何かですよね。どうも発音が良すぎてラジカルです。ラジカルですね、これは。はい、はい、なぜか2本用意しておりますが、これもあれですか。とうとうアツラ系の部類にでもね、ヘッドしかやってないストリングパターンが変えれるっていうのをやっちゃってます。ついにやっちゃいましたか。やっちゃってます。調子乗ってやってます。調子乗って、いいのそれ言っちゃって。いや、調子は乗ってない。調子は乗ってない。それは縦のガットが、そうですね、ですよね。あの今出てる、シリーズは全て横の ASP が、ここ、ね、ここはい、こういう方向でしたね。横をストリングパターンを変えてスピンを売りにしてたんですけども、このパワーラジカルに関しては、縦の変化をつけて、ラケットの特徴を2つとも出してるって感じですよね。グロムとこの色が違うと。そうですね、はい、綺麗にはまってますよ。綺麗にはまらなかったら問題ですよね。そうですね。なんでここが穴がここがいっぱい開いてるんです。ここ上の方です。トップの部分ですね。まあこのスペックの数値からいくと、はい、ノーマルの状態だと 16×19。 こっち今私が持ってるんです。縦が16で横が19、はい、変化させると14、19ですね。縦14本。横一緒。少ないやん。えらい少ないわ。すごいこう14、縦14にするとすごいこう一個の目が本当にこう、僕の方に入んないんですけど、中丸こそズボっていくんですよね、完全に。もともとこのラケットがあの上に行くために開いてるラケットなんで、ちょっと型の先が広いタイプです、ね。はい、って考えると縦を変えた方が穴の広がりが大きくなるんですね。この辺で押すとやっぱりパワーが一番、はい、パワーで、これなんかすごいストリングの一番荒いところに当たるはずということになるので、うん、パワーが出て、かつ、まあ回転もね、もちろんやっぱりメガラブかかるんですけど、どっちかというとやっぱ売り的にはパワーラケットなんで、うん、一番やっぱたわみでさらにパワーが出ますよっていうのを感じれるラケットです。もちろん回転もやっぱり普通によりは引っかかりはいいと思うんですけど、どっちかというとストリングそのたわみがたくさん使えるっていう方がメリットを感じるんじゃないですか。で、メインの大きさ110、はい、110ですんで、パワーインスティンクトというあの形状的には結構パワーインスティンクと似てるんですよ。縦が長の形状、115に対して110なんで、265なんで、まあ重さもね、ちょっとそんな軽すぎるわけじゃない。はい、今はもう絶対ラジカルですね。もうラジカルです。そうです。すみません。はい。すみません。はい。はい。じゃあちょっと実際に打ち比べて。感想が楽しみですよ。かぶってますか。最初に打ったのが。オーバーサイズですよ、よく飛びます。うん、よく飛びます。なんですけど、かなりしっかり打てる。自分がこうスイングをしていく、あ、右にしたい、左にしたい、深くしたい、短くしたい、そういうのがこうしっかりと、まあ、表現できる。あの特にオーバーサイズ当てれば簡単に飛びますよ。確かに飛ぶんですけど、振って打ってもしっかりそれがコントロールできるので、ある程度まで自分で打っていきたい、まあ、グリグリ系というよりはフラット系で打っていきたいっていう方だと、非常にコントロールしやすくてパワーも体感できる。すごいバランスがいい。で、取った時のちょっと感覚なんであれなんですけど、ちょっとトップがやっぱり重いので、自分が頑張って振るっていうよりは適度に振ってラケットのヘッドが走ってるくれると、すごいいいボールがいい。頑張って振ると逆にコントロールはしづらいので、ラケットの重さというか、この重さというか、こう使っていただけると非常にいいボールが、はい、100頑張るじゃなくていいと思います。60、70くらいまで頑張ると、あと何とかしてくれますって感じでした。で、衝撃の14、19です。衝撃です。初めてのお言葉ですよ。衝撃です。ウィルトなんかの衝撃ってお言葉ちょっと聞きましょうよ、聞きましょうよ、はい。まあ、ASP のモデルって比較的そうだったんですけど、特に打感が違うんで、打った時に、1球目の時に同じラケットでは絶対多分ないと思うぐらい打感が違いました。で、しかもすごいこう打った感じが柔らかくてよく飛ぶ。あくまでこの比較ですけど、すごい16、19と比べると14、19の方が圧倒的にボールが飛びます。で、
ここから今度オーバーしちゃうかなと思ったんですけど、普通にフラットに打っても勝手に回転がかかるので、まっすぐ飛んでるボールがちゃんとこう自然に落ちてくれるような印象で、回転もかけやすいというか勝手に回転がかかるような印象です。なのであまりスピン打つのが苦手だよっていう人が自然に打つと勝手にフラットドライブになるようなイメージだと思っていただけるといいかなと思います。で、あのちょっとトップで打つとっていう話をちょっとさっきチラッといただいていたんで、ちょっと引っかかるような引っ掛けるような感じで上の方で打ってみたんですけど、こっちで打つとちょうどいいと思います。16、19引っ掛けて打つ、14、19で引っ掛けて打とうとすると、まあ僕の個人的感想ですけど、思った以上にボールがビュンって上に上がっちゃいました。じゃあまああんまりそう回転回転っていうよりは回転回転って意識して打ちたい人は16、19の方がいいと思います。14、19の人は回転かけるのが苦手だよっていう人が自然に打つと勝手に回転がかかるイメージ。やっぱりパワーシストのメイン10、19の、うん、というのはというのはっていうか、まあ、そうそうそう弾くね、パワーの、まあ、あと言ったらやっぱ吹塚さんはね結構やっぱ現役に近い方なんで、スイングスピードが速いとか感じると多分そうかもしれないですけどね、多分一般的にね、ある程度スイングする方だったら多分逆なんかもしれないですよ、これ。両方とも共通して楽で、まずあのまあ、あのしっかりパワーが感じられて、ラケットを自分で振るとかっていうよりも面作って打ちたいところに最初から打つ前から面だけ作って、そこにちょっとだけ押してあげればいってくれる感じがあるので、両方ともそういう意味ではなくでした。で、より14、16、14、19の方があのボールやっぱ当たった時にたわんでくれる感じがあるので、より飛んで少し飛んでくれる感じがありました。でこっちの方があのやっぱしっかりしてる感じが、あの当たった時のメインがもうカチッとした感じがあります。だもうこの辺はね結構ボディに関しては好みになってくるんじゃないかなとは思います。回転がかかりやすいとかそういうのよりも、あのこのたわみ、ラケットが当たった時のたわみ、ガットのたわみがどっちがよりあるかないかで、あるからいい、ないからしっかりしてるっていう、そういう好みになると思う。どっちがいいとか悪いじゃなくて、あのその辺は好みになるんじゃないかなと。どっちともあの僕の印象としてはしっかり面を作ってっていうところはあの楽に飛ばしてくれるだけと思います、はい、あのでだからといって飛びすぎちゃうとかそういうわけではなく、うん、弾く感じする感じですよね。そうですね、うん、あのどっちもそうやっぱりあのね、もう本当にちょっとした違いだとは思うんですけど、ボールの設置時間が若干違う感じがあって、もうそれって多分ね好みだと思うんですよね。うん、うん、サーブ振りやすいです。うん、あのやっぱり縦なんかこの、うん、振りやすいですかね、あのスッって言ってくれます。ここはあのだからサーブが苦手だったりとか振りづらい、上が苦手な人とか、うん、女性とかいいんじゃないかなと思います。でですね、どっちもよく飛びましたですが、やっぱり縦系で、少し上目で打つサーブなんで、あの14、19の方があのこっちを打ってから16、19を打ってからこっちに行ったんですけど、あの同じように打ってもボールが多分飛んでました、楽に飛びました。あのここでグッていってドーンっていく感じがありました。が縦方向のスイングが、うん、上部分がすごい恩恵、この恩恵を感じられる感じがあります。でなおかつ回転かけたスライスサーブでサイド打ちましたけど、こっちの方が回転かかりました、はい、なので、サーブで言ったら僕こっちが好きですこっちの方が楽にいってくれる感じがあります。で、なんだろうか、今じゃあ現時点でどっちがボールを狙います、当たりますって言ったら多分こっちだと思うんです。慣れてるから、慣れてるから、うん、だけどボールの質は多分こっちの方がいいと思う。でこれで慣れちゃったら多分もうこっちの方が全然いいボールがいってくれる印象がありましたね、うん、まあ、トップのねこの ASB は初めてですからね、そうですね、ちょっとこれも非常に新鮮な、うん、あの機能だと思いますので、はい、これ発売リセントリー紙やつは
ナオンセールですよ。ナオンセール。普通にもナオンセール。ナオンセールでございます。1個すいません。あの横の ASP の時って他のだけってそうだったんですけど、あのね、ここの横のグロメットが普通の、まあ、ラジカルとかもそうなんですけど、ここ横穴が広がってたんですよね。それで ASP のやつってきっちりしてたんですよ。だから打感がね、結構ね、16、19の時って硬かったんですけど、これね、16、19でも横が要は一緒なので、結構ね、これはこれでちゃんと持ってくれる感じが、うん、あってっていうところがあるんで、補足ありがとうございます。そこは結構 ASP のね、その16、19が硬いなっていう印象はあったんです。それはこれはないので、うん、オーバーサイズのこう面のたわみ具合がいい感じにいってくるところだと思いますので、はい、ぜひあのちょっと感動を得たい方、ちょっとボールのクオリティをワンランク上げてみたい、上げていきたいっていう方はぜひ、あのもうあと1試合2試合勝ちたいと思うね、ダブルスでっていう方はぜひあのどちらも試していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。